シベーク残儀はね、シベリアンからのスクリュー、こうシベーク残儀はマジきついんですよね、これ。あー、これ強いですね。だってボタン連打してるだけに、はいはい、ただ見たいのはいや、キーリス。これね、目押しなんですよ、ね、じゃなくて。これは結構今、はい、今イエローカード出てます。連打がね、脳内イエローカード出てます、今。ね、だっておかしいっす。連打してないですもんね。おかしいっす。本来、シベリアンエクスプレス残儀、あの残儀は、連打してるはずなんですよ。まあそうですよね。なんか、ちゃんとタイミングよくボタンを押してるんですよ、ね。うん、しかもね、うまいんだ。硬直切れた瞬間に。いや、そうなんですよね。でしかも言われて連打し始めたから。いや、しかも近かったらスクールやってるんですよ。見てください。ほら、ちゃんと硬直解けた瞬間に。ほら、うまいうまいうまい。うまいっすね。あ、連打しました、連打しました、連打しました。あー、バレバレ、あ、これこれこれ、あ、今出た、コパン連打。偽りの初心者、偽りの初心者、はい、犯人がやるこのコパン連打。あ、俺はやってないですよっていう。犯人の目ごまかせんぞ。いや、ポケットからいろんなもん捨てましたよ、この人。お前出したろ今よ、コパン連打出たわ。お前取ったろお前よ。急にやりやがったな今。不自然でしたよ今のコパン連打。いや、おかしいよ、今まで1回もやってなかったのに、ね、急に。やっちゃいましたね。これは失格じゃないですか。俺はもうだってもう、おかしい、動き明らかに変わりました。明らかにおかしい、おかしい。ザンギーお前、そういう大会じゃないのよ。おかしい、おかしい、明らかに動き変わったもん。あぶねえ、あぶねえ。じゃあ失格ですかね。あぶねえ、あぶねえ。これ失格です。B のザンギー失格、はい、うん。これでもや、これあの、自白しましたね。そう、自白、自白です。あ、自白です。まあまあまあ、自白。罪は軽いです。まだ、罪は軽い。自首しましたね。自首。自首なんでね。自首だ。これは。いや、私がやりましたっつって。潔いですね。さすがに面白い。自習パターンあるかよ。自習はね、うん、まあ潔いですよね。うん、潔はですね。うわ、なるほどな。じゃあ他の試合ちょっと見てみましょうか。ちゃんと見ないといけないですね。ダルシムとルーン、ジェイミー。いや、見てほしいのはこの右下のジェイミーなんですけど、はい、本来これですよ。この、うん、まあ、この連打力にはなりますよね、うん、さっきのザンギエフの人うますぎる、ちゃんと硬直切れた瞬間に押してた。じゃあ F のルークはうまいですね、コンボしっかりつきます、ね、マジか、シンプルにうまい。あ、F のルークはまあ、まあ、なんか教わってんじゃないですか、あのダイヤモンドだし、うまいっすね。あ、ダイヤモンドなんだ、はい、本当だ、教わってる可能性ありますね、うん、まあうまいっすね、ちゃんとコンボしっかり、うん、アシストコンボとかもしっかりできてるんで、ちょっと初心者すぎって感じではないですね。なるほど、このあたりになってくるとだいぶ難しいですね、失格にするべきかどうか。うん、成長パターンもありますからね。いや、でもここまで来たら本当の初心者にやっぱ優勝してほしい。いや、そうですね、この大会はまず第1回初心者、はい、本当の初心者であってほしい、はい、で初心者じゃないと僕たちの負けなんで。いや、そうなんですよ、はい、我々の苔にかかるっていうそうなんですよ、ところもあるという、ね、経歴にも乗りますからね。いや、そう、見抜けず、うん、あれでもジョブズ勝ったんじゃないか。あ、じゃあまあまあ良かったんじゃないですか、ですね、とりあえず。ジョブズは俺はあのかなり白。白く見て。今のところは、ね、F はジョブズ？まだ分かんない。なるほど。あ、なるほど。まあ次があるんだ。え、ジョブズは俺結構白目に見てる、ね。なるほどなるほど。H は DJ ってこと ？H の方は。あ、DJ 怖いな。怪しいな、うん。あの DJ じゃもうちょっとあれか、ベスト8。DJああ、ジェイミー、まあまあそうですね。大パンジェイミーですよね。大パンジェイミーちょっと怖いですね。本当に、そういや、そう、むずいのよ。全然初心じゃない可能性あるんですよね。今大会で防御を振るってる大パンジェイミー。やっぱ連打系はね、連打系はちょっと強いゆえに怪しみに見ないといけないっていう。そうなんですよね。いや、ジョブズが黒かったら、マサイ出したと、あんなに波動拳の時に SP 連打しないでしょと思って。いや、そうなんですよ。あの、頑張りの連打だった感じがして。あれ、真面目に、正直。あの絶対疲れるでしょっていう早すぎた、そう早すぎだったんですよね相手の2枚でしたから、格闘ゲームの速さじゃない、うん、いや、なんかそのあれですよね、スポーツ系のあの連打系の走りゲームビシバシチャンプ的なね、そうやってるぐらいシューティングの要素ね昔の